2020年東京オリンピックのセーリング競技は、1964年大会同様、江ノ島ヨットハーバーで開催された。大会主観は、ワールドセーリング。参加選手は、前回大会と比較で30名減少し350名となった。ウィンドサーフィン1人乗り、ディンギーヨット2人乗りディンギーヨット固まらんヨット、開催国の日本は、自動的に、 全十種目の出場枠を得る。その他、主に2018年セーリング世界選手権と2019年に開催されたクラス別の世界選手権の結果などにより NOC に出場枠が与えられた。日本代表には日本セーリング連盟の選考基準により2018年世界選手権女子479銀メダルの吉田愛、吉岡美穂組をはじめ、 2021年5月までに全15名の選手が内定した。本大会では男子470級の岡田慶樹、外園純平組、女子470級の吉田愛、吉岡美穂組が決勝に進出し、いずれも最終順位は7位となった。種目ごとに10または12の予選レースを行い、レースごとに順位に応じた得点が与えられる。 最も成績が悪い1レースを除く合計が少ない順20名が決勝に出場する。予選の得点とメダルレースの得点の合計が少ない順に最終順位を決定する。合計が並んだ場合はメダルレースの順位により上位を決定する。悪天候により8月2日の競技は3日に順延された。ありがとうございます。